では見ていきましょう。今回は強化された古文芝居アンコモン制裁、そして今回計略は使用しないんですが、古文石砲を入れた、新軍5枚デッキを使っていこうと思います。相手は4枚型槍さんのタイプの武神デッキ。この手のデッキは一見すると機動力低いように見えるのですが、即4関羽がいることによって塗り能力が波のデッキより高い、そういう印象を受けますね。でこちらも装武力高いのですが、相手は攻武力が3枚いるので、開幕は制圧力が低いのもあってやや慎重に守っていこうかなという感じですね。若干内乱取られるのもやむなしぐらいの、まあ覚醒デッキなんでそんな感じですかね。ただここでコエンで馬騎を迎撃取れて、で突撃長期をつけた制裁が突撃を左下で入れれてるので、開幕かなり優位に進めれそうな形になりましたね。関羽も速4ですが、こちら陳王も速度速速個体を採用しておりますので追いつけるかなという感じ。ここで関羽を撃破で、相手側は関羽が撤退しているっていうのもあって、若干こちら序盤無敵できそうかなという感じ。バキに突撃が重なってバキが撤退、これはかなり美味しいですね。ただこちらのデッキは序盤塗ることをあまり想定していないので内乱は取れなさそう。そして制裁が浅刺しを失敗している致命的なミス、これ一発分ちょっともったいないことしちゃったかなという感じですね。で、ここは石砲を切り捨ててその間に、芝居で塗っていこうと思います。芝居は制圧長期がつけれる牙なのが優秀ですね。効果時間もかなり伸びて、20カウント以上はある、そんな感じですかね。で、ここで相手になるべく高いラインで武神打たれたくないので、まあ、ちょっとべったり張り付かれないようにじっくりじっくりと時間稼いで、こちらは芝居火星の命令で、速度上昇がついていて生還力が上がっている陳王、これに対してかけていきます。武力プラス4、相手は武神の大号令、チョイスは3枚。ここは陳王を返すために制裁に犠牲になってもらいましょう。捨て駒なのか。ここは尊い捨て駒としていい仕事してくれました。で、まあ、あとはここでどれだけ自分がしっかりローテできるかがそのまんま勝敗につながりそうかなという感じですね。相手がここそろそろ馬騎を打ってきそうかなというところなので、陳王をなるべく兵力残した状態でいきます。で馬騎が突撃勝機ついてるの痛いですね。ここ相手は、本気号令打ってきませんでしたね。こちら、制裁の復活もありそうで、また、芝居を相手が奮起号令打ってきたら陳王に二度掛けして1点で真の一発許して関羽の方を守る想定で立ち回っていました。がちょっと相手側が奮起打ってこなかったんで士気が溢れちゃいそうですねという時にも、ここ芝居がすごくいい仕事できますね。芝居は効果時間が長いため式フロー気味にも使えます。火星の命令で、ここチョイスは石砲です。弓であれば長時間計略であることを活かしやすく、またこの攻めが終わっても最後守るタイミングになった時でも生きれるかなという感じに思ったので石砲にかけていきます。ここは3部隊武力6がいたので被らないようにできる。この芝居投げ計略なので範囲が狭いというのも一つ長所かなと思いますね。本人が牙の投げ計略なので先ほどのように同じ武力の部隊が複数いたとしても範囲の狭さゆえに、投げ先を選べる、そんな感じですね。
で、ここですが、覚醒戦法、これは、25カウント続くので、もう永続ですね。で、相手は無心の大号令。で、この無心の後に相手が本気号令を打ってくる流れができると思うので、ここは一致部隊に集中してダメージを取りに行きます。で、増援知略付きの新聞の大攻勢。制裁は超絶強化らしく、そこそこ知力依存度があるため、知略がつくことによって効果時間が伸びます。で、ここで四角の剣、武力上昇値と突撃ダメージが上がりました。もうダメージ的にはシキヨンの白銀、そんなレベルですね。で、カンを突撃で一発で落としていく。で、次はバキに突撃入れてもう一発入れようかというところで、相手は増援の方、士気向上。やはり関羽1部隊にダメージを集中させる立ち回りが取れたのが大きいですね。これはもう馬騎は帰っていけそうなので、府警を狙っていきます。で、ここで相手は奮起の号令で、もうここは3部隊で密集しているので府警取れましたね。で、ここ2回突撃して走撃入れるだけで馬騎も撤退。制裁強いですね。で、知力依存が高いためまだ効果時間続きます。一発殴る分ぐらいは続くかなというところ。で、おそらくもう2発目ないんじゃないかと思ったので、ちょっとでもまあ乗り進めてっていうところで大仕事してくれました。制裁が撤退。このような感じで四季音とは思えない戦果を上げることができる超絶強化になりました。ぜひ一度使ってみてはどうでしょうか。それではここまで見ていただきありがとうございました。また次も見ていただけると嬉しいです。